ご飯食べてないですお腹かすいたんだよねでね今日は薄いリップの上にあっこいリップを塗っていきたいとおもいますどっちがいいと思うこれがちょっとでもこれもすごいブルベーベイカラーなんだよねイエベカラーのリップないかなないですね 今日の夜ご飯何？うーん、わかんない。昨日の夜ご飯はマーボル豆腐でした。ミュウが食べたいのはシチューです。 え、いい感じじゃねいや画面越しで見たらなんかなんかすごいさ血みたいの食べた人みたいになってるうんいい感じ。 次の子はつい中坂さんのバンドねそうです中坂は焦っています練習しなければならないなんか今日子がいる前に踊ってみたんですけどなんかマジで感想全然分かんなかったうんここは分かんない クロミちゃんさん、ネコさん、パンダさん、ニット帽さん、アジサイ、ニャニャさん、カキンさん、ピヨンさん、パンダさん、スライムさん、パンダさん、カッパさん、メガネさん、カトリセンコーブーブーさん、ホモホモホワンちゃんさん、テントウムシさん、ケロケロッペさん、ピンクのセンタイモノさん、ニャンニャンカイニャさん、十二周年のアバターさん、ヒーンさん、ピヨピヨさん、ふう <laughs> おさぎさん、シャンシャンさん、ウニズシさん、ブーブーグーグーさん、ガロウさん、ハムスターさん、えー、シナモンさん、松村ブさん、シャンシャンさん、ガロウさん、ユチーズさん、おつまこさん、おかねさん、森さん、 ワニの着ぐるみを着てるさんイカさんサーフィンさんシャアさんシャチホコさんピッピ冬ピさんキコぼシさん吹き出しさんにきせさんモフモフさん雪合戦さんひよこさんだるまさん クローバーさん、キラキラにゃんこさん、緑のうさぎさん、にゃんにゃんかにゃんさん、こんばんは。お腹すいたよ、今日は。ちょっと内側が濃くて、ま、なんですか、周りが薄いようなリップにしたかったんだけど、なんか内側が濃すぎて、吸血鬼みたいになっちゃった。<laughs> でも今日結構うよりビジいい。黙ります。 アイメイクいいつもと違いますかあ今日の今日はあの全然全然使ってなかったアイシャドウを使いましたこれですねスシ,シルマック B さんのすごい反射がひどいんですけどアイシャドウを使ったんですよこのこれでツヤ感って言ってあのツヤ感ってわかりますか <laughs> こうこういうやつツヤを出して でこのラメとちょっとラメの入った濃いアイシャドウでここをチュチュチチってやりましたであとはアイラインがこっちは綺麗だから割とこっちは見せますこっちは結構ひどいですいてあと今日はなんかマスカラがすごいゴッてなったのでめっちゃまつげが上がってますスタバの新作なんだっけホワイトチョコと抹茶みたいなやつだっけ そんな感じですチーク塗ってないねみーねチーク2個しか持ってないんですよしかも基本こっちしか使わないんだってこれはもう使えないと思う多分ね多分ねうんー怖くて使ってない <laughs> これ使うとめっちゃ肌荒れちゃうんですそう百均のやつです でもね、色はめっちゃ可愛いんですけどクリームチークの使い方がいまいち下手くそなので使えないんですそうそれええー、ね美味しそうだけど抹茶飲めないっていうね悪夢 <laughs> 多分スタバのトールサイズの量の抹茶は飲めないもうちょっとちっちゃかったらいけます今日は何の日今日は11月の2十 6なんでわかんでかない今日はテスト2日目が終わり中坂は嬉しいようなうれしくないようなみたいなでも明日マジであのいいいい教科ない難しい教科ないからいい二郎の日おっすいい風呂の日あーお風呂ですか じゃあ今日は沸かかしてもらおうかな洗ってくださいおやすさんミュウはお風呂の湯船には浸からないですいつもてかうちまず年に5回くらいしかお風呂沸かさんのですよ <laughs> そうだから基本的に全然お風呂入んないお風呂入んないって言ったらあれだけど <laughs> お風呂に浸からないです鼻かゆいです こまみーこまみえ、そんなもんじゃないんですかなかちゃんマラドーナびっくりしたねああねなんかさかもツイッターで見てってなりましたみんなシャワーなのそうですてが、そもそもそんなお風呂好きじゃないしお風呂に入っててもすることないから別に湯船に浸かる必要性を感じないんですよ <laughs> 冬寒いでしょなんか私去年寒いから冬ずっと暖房をつけながらお風呂に入ってたらあのガス料金があのすごいバーンって跳ね上がって怒られて今年はつけるなって怒られちゃった <laughs> だってさ湯船にさつかるってことはさ毎日湯船洗わなきゃいけないってことでしょだってさ湯船洗うのってさすごい重労働じゃないですかだから考えられません。 えー、マジでで考えないですないすんかめっちゃ寒い日とか中坂がめっちゃ頑張った日にためてくれるんですよ,よく例えば「もう今日は超頑張った!」っていう日 <laughs> 年に何回しか湯に使わないのそうですね最後に使ったのはでも1ヶ月くらい前です中ちゃんは「風呂入ったら歌ってそう」 みゆね昔めっちゃ歌ってたんですけどお風呂で歌うってすごいあの中坂さんのお家はあは、のー、一軒家ではないのであの歌うと近所迷惑だというかあのー、外にいる人に聞かれそうなので怖くて歌えません公演後とか使いたい公演後はもう帰って速攻寝たいからわざわざ長湯をする必要性を感じない。 長風呂はみゆはずっとお風呂に入ってられないので2分くらいしか使ってないです入っても無 <laughs> 理も,もう熱い熱いだってさ入っててもすることないじゃん携帯とか持ち込めるならいいけどさあの携帯持ち込んだらねぼこされますからあ温泉とかは好きですよみゆ <laughs> 修学旅行ずっと温泉使ってましたいい湯だなって え、銭湯行きたい銭湯イヤホン今来たよイヤホンサウナはしたことないです指で使ったら眠りが良くでも中坂はんかめっちゃなんか今は本当に入らなくなったけど中…小学生の頃とかは結構入っててめっちゃねお父さんがね洗ってくれてたからでもね小学生の頃はねあのお風呂で何回も寝ました <laughs> なんか全然出てこないから見に行ったら目が寝てたよみたいなボコボコみたいなボコボコとはしてないんですけど目は普通に寝てます <laughs> お風呂入りながら寝ますそれ結構私服 <laughs> 温泉だと朝に入りたくなるえの おホテルの部屋のお風呂とかでも全然いいタイプです <laughs> 東山動物園楽しかったふいちゃんと行った東動,東動物園東動物園わかんないけど東山動物園ふいちゃんと行った時は楽しかったですよプールはめっちゃ入ったよねあのプールは好きだったようん嘘そ好きではなかったけどでも楽しかったからお風呂はマジでやることないもん <laughs> 親と一緒にお風呂入ったのっていつまで覚えてないです。でも割とお母さんとは結構小6とかも入ってた気がします。パパは全然覚えてない <laughs>。僕もこの間東山動物園行ったけど楽しかったよ。あれ食べましたかコアラのアイス。 今ののところ湯船の予定はないですないです <laughs> お風呂で寝てるのは実は気絶してるらしいねあそうなのでもなんかさお風呂ってさこう縦に長いじゃないですか、まあ、基本的に、まあ、横向きに入る人あんまりいないと思うんですけど縦に長いからこうやって寝るんじゃ,寝るじゃないですかでもこうすると頭がガンって外れるとボコボコボコってなっちゃうかもしれないからなんかさか横向きになってこの台にこうやってこうやってやるのが寝るんですよそしたらなかなか溺れません プールは好きだけど水着が嫌とかよく分からん嫌ですなんか露出が多すぎて無理 <laughs> なんか極力肌を隠していたいタイプなのでなんか学校にも本当は長ズボンで行きたい <laughs> 中坂さん的東山動物園のおすすめは中坂的東山動物園のおすすめはまずはマンドリルがいること 可愛 <laughs> い,いです2つ目はあのフクロテナガザルスがあの結構人気ですあのシャバーニに続くくらい人気だと思いますでも今年の東山動物園どう大好き動物大好きランキングシャバーニはなんと5位まで落ちたらしいですよ何か何年間も1位を取り続けていたにもかかわらず今年は5位だったそうですビエんですね <laughs> あとはなんかあんま見れないけどホッキョクグマも確かいるし あとはあのアザラシみたいなのが可愛い,いですアザラシアシカかなアシカが可愛い,いですアザラシがいるわけないか <laughs> あとはね、美味しいものいっぱいあります。なんか中坂はなんかイケメンゴリラの焼きそばをこの前食べたんですけど、それめっちゃ美味しかったです。あのね、どこに売ってるって言われたら難しいんですけど、コアラ社の前に売ってると思います。え、マジで私チーズ見なくてもどこに何がいるくらいはわからないかもしれないけど、大体わかる気がする。あの、有名な動物だったらこの辺にいるよってわかりますよ、マジで。 これが。ち、今年もあと少しやりたい。やりたい。やり遂げたいことは公園に100回出ること <laughs> 間違えた。公園出演回数が100回に達成することです。コアラいますよ。そうです。東山動物園にはコアラがいるんですけど、コアラすごい結構いっぱいいますよ。でもコアラはすごい寝てるので、お昼時に行くとお昼ご飯を与えていただけるということで起きてるので、お昼時に行くのがおすすめです。 普通のの焼きそぶとなんか違うのあ、でも麺が結構太くてなんか食感が結構特徴的だった気がしますあんま覚えてないです <laughs> 動物園好きなのまあ好きっていうかあの名古屋市内にパッて遊びに行ける施設がないからめっちゃ行ってただけですあの小中学生は 学生手帳さえあればタダで入れるのでは大好きです <laughs> 今度行ったらまだあるかなあるでしょうだってさキリンの長いロングポテトとか <laughs> それの絵のと同じですよ多分豚さんは昔はふれあいあの子供動物園っていうふれあいできるコーナーにいたんですけど しかもすごい隔離されててかわいそうだったんですけどなんかあのー、まあ、流行ったじゃないですかトンコレラっていうやつがそれのせいでいなくなりました <laughs> 住んでる街バルトリアンいやみんな大好き名古屋市なんやろ <laughs> 名古屋広いんですよフライドチキンの形してるんです 食うのメインかでもあんま見は行って食べたりはしないんですけど <laughs> 愛知牧場は行ったことありますよ多分私でもその頃めっちゃ嫌いで豚が豚から逃げた記憶があります小学生の頃は東山動物園の近くに住んでいたから毎日のように行っていた東山動物園って遊園地があるんですけどそこめっちゃ楽しいです 名古屋港水族館にはいかないの名古屋港水族館は入場料がすごい高いからあのーね何倍って言えばいいですか私0円だから何をかけても何倍にはならないんですけどあのー、まあ1,000円超えるんですよ普通に <laughs> だから行ってないですフライドチキンそうですよ盛山市が持ち手で盛山市じゃない盛山区が持ち手でこうフライドチキンみたいな形になってます そうぜひね、私、名古屋校行きたいんで、連れてってください、みんな。<laughs> 学割聞いて、1000円です。<laughs> 全国的に動物園は水い水族館高いね。そうなんですよね。まあ、でもさ、もう膨大なさ、あれですよね、水道代がかかってそうじゃない水道ではないと思うんですけど、水のさ、お金とかさ、なんか、動物園に比べて、あれ、大変そう、管理が。 もわかんないです。動物園の裏側を中坂たちは知らないから何とも言えないんですけど中ちゃんはズボン派スカート派中坂はダボっとしてるズボンが好き <laughs> 東山スカイタワーはちっちゃい頃にお父さんとお母さんと行ったことがあるんですけどちっちゃい子す頃すぎて全然覚えてないです <laughs> 土日エコキップそうなんですよあ名古屋市営地下鉄は土日と祝日に土日エコ切符っていう切符を発行してるんですけどそれが大人だと620円で1枚買えてえー、多分バスも乗れますよね。名古屋市営地下鉄とバスが乗り放題ということで私はあの土日によく移動するときはそれを買ってもう移動しまくってるんですけどそれを買うとあの名古屋市内のいろんなあの施設だったりするところで。 あの割引がされます例えば東山動物園大人だと500円なんですけど土日エコキップを使うと400円で入ることができますし、あのー、水族館は最近行ってないからわからないんですけどあの水族館の横にシーパラダイス違う違う違うシー,トシートレインランドっていう遊園地があるんですけどそこも土日エコキップの割引であの遊具が安く使えますどこで買えますか 普通に切符発見のところのお得な切符コーナーみたいなところで買えます電気の科学館も無料じゃねあそうです電気の科学館はこ年齢問わずどなたでもただで入ることができますそれで結構いろんな体験ができてとってもとっても楽しいですよ中坂さんがおすすめする電気の科学館のコーナーはうーんでもなんかイライラボのところがあるんですけどイライラボの こっち側にあるすごいいっぱい使いがあるコーナーすごい楽しいです情報量が多くてもついている名古屋市内のことなら任せろー任せろり <laughs> 今日は大富豪あ中坂は明日から大富豪また始めるので明日の九時半からまたお会いしましょう 元気だね元気ですまとめサイト作ってくださいサイト作ってみたいよねちょっと <laughs> 他のおすすめスポットありますか他のおすすめスポットですかでもそんなコアなところ知らないからわかんないですけど <laughs> えー、おすすめスポットかなんか言われて知ってたらバーって話せるんですけどなんか,か別にどっか行くとか特別どっか行くとかないんですよ <laughs> ん明日がテスト最後そうですイエーイまた中ちゃんのアイ込んでたよ !4 枚目えェーみゆちゃんの好きなとこみゆは、みゆは、なんか、あんまり <laughs>、あの、特に理由はないけど、あの、名古屋ドームの駅があるんですよ地下鉄に。名古屋ドーム前屋だっていう駅があって。その駅から名古屋ドームに向かって歩く、 地下の道があるんですけど、そこを歩くとあのドラゴンズの選手の写真がいっぱい貼ってあるんですよ。あとはドラゴンズのチアのせん方とかのあの写真とか。 あと野球のスケジュールとかのまあ、今は野球ないからさないんですけど <laughs> そこがすごい楽しいんですよ中坂はあの全然わかんないですけど知っててる選手を見つけて興奮しますこの選手知ってるよこの選手知ってるって言ってでも中坂はそこを通るたびにお母さんに「この選手が悩んでシェード選手だよ」って教えてると「なんかもう分かった分かった」って言われます。 イオンの手前の名古屋ドームっていう名古屋ドームマイヤだっていう駅があってその駅の改札を抜けて名古屋ドームの方の出口に歩いていく途中にあります野球は見に行くのかなまあ去年は行ってたんですけど今年は行きませんでした長坂さんはなんか野球そんな詳しくないけど別に嫌いじゃないですビシアドじゃなくてビシエド選手です そう今年はねそうもうない,ないんですよあれも <laughs> 試合もないからあれなんですけどサッカーは好きですかサッカーはうーんするのは好きだけど得意ではないって感じです名古屋ドームでの SK の握手会の時とかに通るねそうですねなのでぜひまた行く時はあのー、見てみてください あれですよ、新しくやっぱりドラフトの選手とかもあのー、指名されたからまた張り替えられるのではないでしょうか <laughs> あとはおすすめなところあるかな名古屋市科学館とかはんでも多分皆さんが行ってもあんまり楽しめるかはわからないって感じなのでうん皆さんが行って楽しめそうなところは。 わかんない名古屋港結構好きなんですけどでも名古屋港ってなんかすごいたまにめっちゃなんかお祭りみたいなやってる時があったんですよたまたま中崎が行った時にしててめっちゃ楽しかったんですよ <laughs> 何も買ってないんですけどあの雰囲気がすごかった。でねなんか南極観測船富士っていう。 船が多分あるんですよ、ね、お金を払ったらそこの中を見れるんですけどなんかねちょっとホラー <laughs> ちょっとホラーなんですなんか人の模型みたいなのがいっぱい置いてあるんですけどなんか等身大だし結構リアルだからちょっとホラーなんですけどすごいです <laughs> ごめん横浜 d n a ベイスターズのファンなので。 まあ、ベイスターズも青色だしドラゴンズも青色なので仲良くしましょう <laughs> 夢が叶う場所は、えー、お腹すいたご <laughs> めんなさいめちゃめっちゃ大事なことを言う時に急にお腹がすいたとか言ってしまうマジでやばいどうしようペコペコなんだけど私でもおせんべいを6枚も食べましたおせんべいだったら太らんやろみたいな謎のあれで <laughs> 名古屋城は中坂あんまり行ったことなくてでもなんか名古屋校名古屋城はなんか今は多分本,本殿みたいなところに入れなくて工事してるからなんですけど名古屋城はすごいでかくておおって感じです。何がすごいかなって言われるとあのなんかね金シャチの模型みたいなのが置いてあるんですけどなんかねすごいでかいんですよ。 こんなに大きいのみたいなびっくりしますあと城の中にエレベーターがあるっていう驚き天守閣なそっか天守閣です そうだからぜひ、まあ、皆さん気になったあそうあとね名古屋城に行く時はあのー、名古屋城に行く時は電車でまあ皆さんは結構多分愛知県外の方が多いから電車の方が多いのかなってなかさか勝手に思うんですけどあのー、名,古屋名古屋城に名古屋城に行く時はあのー、まあ多分名城線っていう紫の路線で行くんですけどなんか。 名城公園っていう駅があって、まあ、それが名城ってつくぐらいだから、まあ、そこで降りれば名城名古屋城に行けるんじゃねじゃあ思いがちなんですけど名,あの名古屋城に行く時は名城公園じゃなくて市役所っていう駅で降りた方が近くてすぐ行けますのでお間違いなく <laughs> <laughs> この前愛知ぐるりんぐるりん切符で犬山城と岡崎城に行ったいいねいいね 紫でであるんです紫の隣の駅 <laughs> ですでも名城公園もすごいまあ皆さんが公園で遊ぶことはないと思うのであれなんですけどあのすごい楽しいところでなんかお花のこういうぐるぐるみたいなのが確かあるんですよもう,もう覚えてないんですけど <laughs> あの楽しいです。<laughs> あれ罠だよねでもねちゃんと地下鉄で結構案内してくれますよ確かなんか小6の頃の記憶を思い出すんですけどあ小,小6の修学旅行なの遠足だったんですよなんかあの名,名古屋城に名古屋城に行きたい人は次の次の駅違うんだっけん市役所あ <laughs> なんか名城公園ですみたいな。 違います <laughs> 何言いたいの市役所でおいてくださいみたいなあれが流れます <laughs> めバスはあんま乗ったことないんですよバスはマジでわかんない <laughs> だからめマジで一生道に迷ってしまうんですよそうアナウンスが流れるからあのー 名城線の名城線って丸いんですよ山手線みたいにねこっちだとこっち回りだとアウトですもう名城公園の前が市役所のはずだからこっちだとギリセーフみたいな。 電車めっちゃ好きだからさ電車って言ったらさ幅広いからさ地下鉄って言うからもうドニチェコ切符のプロだと思ってるからもういろんなところに行くんですよもドニチェコ切符買ったら例えばなんか一回なんかララポートに行ってララポート行って境へ行って名壁行ってみたいな超ハードスケジュール <laughs> そう いろんなところ行きます。絶対かったら。大津行ってみたいな。長 <laughs> 野競馬場はわかんないです。でもう中京競馬場に行ったことはあります。中京競馬場の公演が楽しいんです。<laughs> どの駅が好き？どの駅が好きって言われるとあのすごい難しいから、うーん <laughs> どの駅が好き。 でもなんか金山が金山って駅があるんですけどめっちゃ広いんです駅がえなんかホームが広いの確か <laughs> 駅が好きとかないですけどあんまりふふん栄えはもちろんでも栄えはあのー、マジで道に迷いますなんかまあ基本私が栄えで降りる時は劇場館オアシスに行きたい時なんですね <laughs> でオアシスと劇場にって結構反対なんですよ出口がだからいつもあれこっちに行ったら劇場だっけこっちに行ったらオアシスだっけみたいな迷います <laughs> <laughs> 名古屋の温泉は行ったことはあんまないですね温泉はね名古屋ではね行ったことないかもしれないフフ <laughs> 名古屋に詳しくなれるショールーム YES I DO <laughs> ながちゃんどこよく行くの私はでもどこも行かない私家が好きだから基本的に家から出たくないから別に休日にどっか行こうとかならないんですけどうん堺、まあ、ですかねやっぱり堺行ってバナナジュースあ堺で行ってバナナジュースを探すか大洲に行ってバナナジュースを探すか 港の方は行かない港の方はあれですよね、名高線ですよね。たまにですよ、なんか、ララポート行くときくらい。<laughs> そうですね。岐阜には行かない岐阜はね、あんまり行かないですね。ひおばあちゃんが、あのひ、ー、おばあちゃんが岐阜にあのいるんですけど、だからマジで。3年か4年くらいに1回みたいな。去年行ったんですけど、 去年はあの焼きそばを食べた記憶がありますあとなんか美味しいシェイクを飲みました <laughs> バナナジュースブームってでも割と去ってるかもしれないもん。 なスキーの口換えといえばポートメッセのイメージがあのポートメッセは地下鉄じゃいけないから <laughs> そうポートメッセは地下鉄じゃいけないから青波線にのら乗り換えて金城ふ頭駅まで行かなきゃいけないので <laughs> そういうことですでも青波線って意外といいんですよねあのー、中坂一生名前覚えられなくて中坂があのー 郊外生放送ラジオをしたところのところをすごい栄えてるからいいんですけど <laughs> マジで一生名前ばられないあそこの駅の名前なんだっけ 水族館も好きですかか水族館はあんまり行かないですねそうしまライブ,ライブ <laughs> 言えないんですけどす島しまライブもすごい栄えててすごいね楽しいあの建物のすごいおしゃな建物があってめっちゃおしゃなのであの是、ー、非行ってみてください中坂はねそのラジオを撮った時にあのちょっと行ったんですけど超楽しかったです。 そうゼッ,プのところですゼップが懐かしいな中坂でも最後にゼップ行ったのが意外にマンゴーの時のイベントだからフフフにお宅で行ってるそうそのね帰りにねびっくりドンキーかなんか食べた気がするびっくりドンキーじゃないかあそこサイジャかなあんま覚えてないけど <laughs> 中京テレビ、そうですね中京テレビ祭りにもあの9期生とドラフト3期生の先輩と、えー、出演させていただいた時にも行きましたねもう超猛暑だった記憶長 <laughs> ちゃん笹島の時飛ばされる気満々だったいやマジで飛ばされたかったのに準備してたのに「CM 開けます CM 開けます」って言われて飛べなかったのそう ギフトにササシマライブ加わらないかなそれはもういじめですサイズもビックリドンキーもあるじゃあさぁビックリドンキーだよハンバーグ食べた記憶あるもんめっちゃ並んだんですよめっちゃ私の足首が45回くらいになったんです並んでる最中にもう痛かったんよ 行ったなあの頃はめっちゃ目的じゃなかったけどあれじゃあ笹島ライブ10回行ってみて笹島ライブ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 中ちゃんはドラえもんとしんちゃんどっちが好き 中坂はドラえもんの4次元ポケットが好き。すすしまって聞こえる。すすしまの方が難しくないですか笹島の方がまだいけます。だから中坂見ゆってさ、むずくね <laughs> 有観客10回。それさ、昨日の研究生公演じゃん。無理、絶対言えない。青木ちゃんすごすぎん無理なんだけど。絶対言えません、有観客なんて。で今でもちょっと怪しいから。ちょっと下が足らない。 ドラえもんが好きなわけ中坂はあの「どこでもドア」と「タケコプター」をもらいたい「なぐちゃんのちびまる子ちゃん」かんちちゃん <laughs> ちびまる子ちゃんなんてもうね3年くらい見てないわもうちっちゃい頃はさもう日曜日はさずっとテレビの前に張り付いてましたよねあのセットハッピーセットみたいな。 有観客、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 有観客昨日はいい声。インあれ二日前か。ごめんなさい。「中坂サカス」を十0回。無理です、多分。「中坂サカス」「中坂サカス」「中坂サカス」「中サカサカス」「中サカサカス」「中坂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 サカス」 うん、怪しいお厳しいいやもう滑舌よくなりたいスタッタらずなんですギシスタルト崩壊するいやほんとそれな早口言葉大会開催中開催中わっしょいわっしょい 余裕だったねうん余裕ではないですね中坂泣かすに聞こえてきた中坂は泣きませんだってな、ね、い？多分マジで中坂の班の人中坂が泣いてるとこ見たことないんじゃねってレベルで、ね、多分見たことないと思います4日アナちゃんに会えるよかったね <laughs> メタス滑舌いいぞワインの一押しは <laughs> あのメタスは滑舌をトレーニングしているということで足ぶつけたら泣くよねああそうだ足ぶつけた時くらいかもしんないガチめにこれこれショールームで泣いたんですよ中坂が大号泣案件 <laughs> なんで泣いたかっていうとあの、ま、家破壊されるんじゃないかレベルの強さであの私のお膝がボーッ 言ったんですよでも家壊れるかと思ったあれはもうね大号泣だったよね <laughs> 痛かったあの頃ろって本当にあともなくうれしいね私のお膝。 ふわふわってボーって泣いてるのに大爆笑みたいな中坂情緒不安定そうですよね基本的に情緒不安定ですね中坂さんなんか一時期あなんか一回めっちゃ情緒不安定の日ありましたよね <laughs> 音も聞こえそうだよ画面外なのにさバーンってよく泣いちゃう方あ怒られたらすぐ大号泣しちゃう <laughs> でも なんか感動とかで泣けないタイプなので <laughs> だから例えば生誕祭の手紙とかでも全然泣けないし <laughs> なんかねなそういう感情がないんですよ私全部わらわらつけてって日あったよねそうそれめっちゃ情緒不安定だった日卒業式泣かないタイプかえでも今年の卒 絶対めん泣いちゃもうね私は大好きなもう超大好きな女の子がいるんですよもうかわいいってくらいもうその子と目は離れ離れになってしまうと思ったらもう「泣げちゃう!ピュ」って私夏休みとかで1ヶ月会えないだけでもう寂しくてもう発狂しちゃうのに。 1か <laughs> 月くらい前落ち込んでた気がするあそうなんですよ情緒不安定期でした NMB の泣きてよ強いよねフワちゃんがめっちゃ可愛いですハゲ <laughs> ちゃんはハゲちゃんはハゲ <laughs> ちゃんはなんか割とふっかるだからいつでも遊んでくれそう <laughs> 中車で泣くタイプですか中車で泣いたことはないです卒業式で泣く予定が名前呼ばれミスで台無しのパターンがありそういや中坂さんガチでこれマジ笑えないんですけどなんかねよく名前は呼び忘れられるんですよそうだからリアルになりそうで怖いんですね <laughs> 好きな卒業生があるやっぱギブミーハイブしちゃうとよ 卒業よ輝いてる明日を信じようちゃうから見てられない <laughs> エンドロール企画で名前間違えられた友達がいます <laughs> ー誰だ <laughs> 気になる気になる気になる 10年桜とかはどうあいいですねでも中坂は悪いとあの「ギブミーファイブ中坂の卒園式の時の歌なんですけどあのの年くらいに発売されちゃったんですけどだからもうねざっと10年前 <laughs> なんかねやっぱ好きですね <laughs> この手はでもウェイみたいな手です 生誕の手紙とかでは泣くと好感度上がるんじゃないえもうな,なんか去年はお母さんからの手紙だったんですけどなんか結構池田とかはもうすごい感動したんだけどって言ってたんですけどなんかマジでなんか私のヒストリーを語られても私も知ってるから別に感動しねえわみたいな感じですかねえでも本当にダメなんですよだ誰かが泣いてるところを見たら何かしかも泣きたくなってしまうんですけど基本的にね泣けないタイプです握手会で「おしな泣かない?」 なんかない <laughs> なんかね悔しいっていう感情が強すぎて中塚は本当に嬉しなきとか何ですか感動とかないですねピュンピュンながちゃんこれからずっと押し続けるねよろしくお願いします 中坂さんの生誕祭めっちゃ良かったよありがとうございます <laughs> 読む側で泣くとなぜか客席から笑われるえねえフフフビエンピエン泣いてお振りでいいよフリリよいフフピエンって最近はあの頃のロッカー見て泣きましたまあでもあれですもんねあのユキさんセンターですから感動した映画とか。 うーん基本的にそういう系の映画を見に行かないかもしれないあでも君の名は見に行きましたよ年を重ねると涙腺つ涙もろくなるよあの、ね、よく言いますよねなんかさかもう昔よりは割と涙もろくはなったはず常に目薬持って泣こうそうだねでもなんか私は最近感動したことはあのー、眼科で処方された目薬がもう良すぎて感動した サンドバイミードラえもんで泣いたああれは確かに感動しちゃうよもう超超ピエンピエンってなっちゃうアイドルは涙線ゆるい方がいいいやね思う思う中ちゃん久しぶりにお菓子配信みたいお菓子配信お菓子を食べる配信ですか <laughs> よく,気がするよく聞く気がするっていうかなんか,なんか今まで使ってた市販のお目薬は結構うーってきついんですよでもそれはもうなんかすごい目にね染みていく感じ。 秘密で号泣ああねなんか言ってもめっちゃ感動するって言ってましたよね見てはない模様いや本当にわかんないです全然わかんない「倍イノウあんまり泣かない気がするでも結構いますよね泣かない先輩。 なかちゃんは笑っている時が一番好きですあいいですねありがとうございますへえへえこういうわない方はねやめといた方がいいですからね皆さん嫌われます鬼滅はある程度予習していた方が良きもう全然わかんない主役の名前すらわかんない何か知ってるキャラクターはねずこさんと。 おちょうしののぶさん呼び方あってるかわかんないあの「もしもし」の人と炭治郎と伊之助と「善逸善逸」「善逸善々善逸」しか知らない。 とりあえずけ加えずずたこてらみんなね <laughs> そんなさそんなたけこわえてる人いっぱい出てくるんですかだから結構主要メンバーしか知らないってことですね。 中坂のお家に竹はないのでのちくわを加えておきたいと思います <laughs> あれは竹なのか何だと思っていたんですか水,水筒みたいな今日のギフトを読みをしていきたいと思います <laughs> いきますありせんじンねさんハートとかわいいととトイビキニブタさんかわいいサーフィンさんかわいいシャシャさんかっこいいシュルルルルさん緑のダルマとハート シるルルルさん、かわいい、かわいい、かわいい。アジにゃネンさん、かわいい。おぉ、すごいいっぱいあった。かわいい、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 かわいい。かわいシュルルルるさん。香水つい。え、かついさん、こぶぶさん、はと。くるみちゃんさん、かわいい、かわいい、かわいい。シュルルルさん、こばん、こばん。ひこぶしさん、かわいい。と、黄色のだるま。と、はと。サーフィンさん、はと。シュルルルルさん、いいね。ひこぶしさん、水色のだるま。 アリサニャンニャンさん、赤のだるま。ハムスターさん、小判。クロミちゃんさん、尊い、尊い、尊い。シャンシャンさん、アイスクリームト、と、尊い。ピアピアさん、だるま。ブドウプチプチさん、トラレルラの音符。 タラララの音符シルリルルるンさんコスモスヒコバシさんタラララの音符タラララの音符アジサイニャンニャンさんコスモスとお花束シルリルルーンさんタララララの音符アジサイニャンニャンさんとおっといとおっといシルリルとンさんタラララララの音符とタラララララの音符そしてお花アジサイニャンニャとさんかわいいかわいいかわいいかいありがとうございます チクは投げるよ。今日何食べればいいかな。今日はあのカルボナーラの作り方を見てカルボナーラ美味しそうって思ったのでぜひカルボナーラ食べてみてください。それでは今日の中目の13位は出てきて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 でん。グレタマのアバターの <laughs> さんです。ありがとうございます。イエ さっきカルボナーラ食べたえカルボナーラマジで美味しそうじゃね <laughs> カルボナーラ優勝優勝カルボナーラ作れる作ろうと思えば作れます多分作ったことはない <laughs> カルボ、了解カルボナーラ食べましょう昨日タラスパでしたタらコ食べれないですよねご飯終わってる人多そうまあそれはそうですよね長坂のお家はまだ終わってないです <laughs> では20回読んでいきたいと思いますいきまーすせーの松村ムさんメイさんピヨピヨさんく違うハムスターさんカトルセンブーブーさんクジュクさんヒこぶしさんありがとうございますイーイ。カルボナーラ苦手なんで美味しそうじゃん <laughs> 美味しそうじゃんちなみにみんな今日の昼ご飯はトマトのクリームスパゲッティでした <laughs> カルボナーラしか勝たん

<laughs> さあありがとうございます。ガラ。クジャクってさどういうイメージ？こういうイメージない。<laughs> 8位 <laughs> さあありがとうございます。ガラさん。七位 <laughs> さあありがとうございます。6イ。六位 <laughs> さあありがとうございます。キ5キン。五位 <laughs> さあありがとうございます。ぶどうプチプチ。

ちなみにね給食でそんなにいいものがっていうコメントを見かけたのでコメントさせていただくんですけど中坂さんは今日学校のテストだったため午前で学校が終わったので今日はおうちで昼ご飯を食べましただからもう私はね今日ずっと家にいます勉強してます明日のテストのために偉くないですか褒めてください <laughs> 今日も楽しかった面白かった ありがとうございますそうフォロワーさんがさなんか最近さ毎日配信をするたびにさフォロワーがさ <laughs> フォロワーさんがさ増えてっててさ嬉しいですね <laughs> 寝た寝ました <laughs> めっちゃ寝た今日めっちゃ偉いねありがとうございます明日も入ってるよ頑張ります何を頑張るかって言うと明日はフグキョウが2キョと 国語なので頑張りますテスト期間まだだ終わっってなかったそうだよテスト期間中なのになんかバリバリメイクしてるし <laughs> バリバリ髪の毛セットしてるんですけどその時間勉強しろって思った方是非ォローよろしくお願いします 名古屋市観光大使さん <laughs> そんな素晴らしいものではないですけどいつかね、勤めていただければいいなと勤めさせていただければいいなと思いますい掃除は、あの、超難ずかったです全然解けなかった名前は書き忘れたことはないです <laughs> もうできてないです、でも頑張ります <laughs> めっちゃアイだからね、そうだね <laughs> こんばんはこんばんは来てくださったところありがたいんですけどあのお,お時間が <laughs> 終わるお時間が近づいております残り二分でございます多分二分もないでございますけども見に来てくれたことはありがとうございますウインクテスト回数楽しみだねそれな <laughs> 勝手に観光大使になっちゃあいいですね勝手に観光大使いいないいなそれ ということで、3255人の皆さん、見に来てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。無職方、メル、ブログ、ナチェック、大富豪とショールームのフォロー、よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムのフォローもお待ちしてます。それでは、終わりたいと思います。せーの、じゃんけん,ぽん、ポンバイバーイ。髪は切ってないよー。 バイバーイです。こんな好きになると思っていいな。